チームインになってます、はい、で続いて7月17日土曜日昼夜2回公演、会場ゼップ羽田東京です、チーム K2 が行きます。続いて7月25日日曜日昼夜2回公演、会場はゼップ大阪ウェイサイドチーム S です。8月1日日曜日昼夜2回公演、会場ゼップ福岡チーム K2 です。イエーイ、イエーイ、やったー。で、8月11日水曜日、こちらは夜公演のみ、会場がゼップ名古屋チームは S です。で、8月21日土曜日昼夜2回公演、会場ゼップ名古屋チーム E がライブします。会場開演時間は昼公演が開場12時45分、開演が13時30分ですね。で、夜公演は会場が17時15分、開演が18時となります。8月11日のゼップ名古屋チーム S のライブだけは平日になっているので夜公演のみになっています。はい、出演メンバーに関してなんですけど、各公演の出演はチームごとになっていて、今回のツアーではチームのメンバー全員参加となっています。スケジュールや体調などにより変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。すでに不参加が決まっているメンバーは公式サイトのニュースに記載してありますので、皆さんご確認ください。そしてですね、今回のツアーでは着席指定席と女性児童優先席の2種類をご用意してます。チケット料金は着席指定席8800円、税込み、女性児童優先席も8800円、税込みで、全会場共通して別途で入場時にドリンク代600円が必要になってます。あ、これも読んだ方がいいかな。女性児童優先席は2階席の前方エリアを予定しています。女性児童の方が着席指定席にお申し込みいただくことももちろん可能です。女性児童優先席は当選をお約束するものではございません。いずれの席も、抽選となります。詳細については公式サイトライブチケット販売のご案内でご確認ください。次はライブチケット情報なんですけど、チケットの先行販売はもうすべて終了したんですね、はい、で、なんと今日の10時から、朝の10時から一般販売が開始してます。はい、一般販売は、先着になっていて、枚数制限1公演お一人様2枚までになってます。今日の10時から始まりました。で、ソールドアウトしてしまった公演もあるみたいなんですけど、うん、まだ一部販売してる公演もありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。なんかサイトに行ったらこれがもうなくなっちゃったよとか、まだこれは応募できるよとかいうのがあるらしい。 K2 もね、福岡の女性児童優先席がまだ残りちょっとあるみたいなので、はい、ぜひ福岡一緒に楽しんでもらって、はい、待ってます。嬉しいなと思います。詳しいチケット情報は公式サイトをご確認ください。もうね、セットリストとかも決まって、はい、決まりましたね。まさにリハ終わり、はい、本当にそう。今日もね、朝からみんなでやってました。リハーサルしてたんですけど、まあ、今回のツアーもね、久しぶりにチームごとに開催するということになってるんですけど、はい、遡ると2015年6月に開催した岩手県民会館での47都道府県ツアーのぶり、6年ぶりなんだって。まだ入ってないでしょ。入ってないね。それがすごいですよね。それがすごい、本当にみんな入ってない。まあ、なんかごちゃ混ぜのチームごちゃ混ぜのツアーはこれからもやってたんだけど、そうですね、最初はチームごとでも、うん、久しぶりに、久しぶりな、ね、でもやっぱメンバーももちろん違うし、やっぱチームごとでもね、それぞれ色があってセットリストとかも全然違うと思うから、はい、私たちも K2 のやつしか知らないから、そうですよね、まあ、でもネタバレにならない程度だったら何でも話していいよってことなので、はいはい、どうですか。いや、今日本当にちょっと疲れちゃって疲れちゃったよね。でも本当びっくりすると思うんですけど、もう東京の公演終わったからね、全部リハ。そう、全部リハはもう一応
出演メンバー全員で集まって練習はしてないという。ゆきちゃんプロレスしてたからね。そう、試合してるから。そうだからまだ全員は揃ってないんだけど。揃ってないんだけど。どうふよぴ。いやー。いやー。なんか初めてやる曲が多くて。そうだよね。おー。でもなんか頑張ります。チームの曲もね、そうだし、シングル曲とかでもね、まだやったことない曲とかもそうだよね、いっぱいあるから、はい、ね、本番後にね、もうガッチリしていかないと、いや、私でももう本当いっぱいいっぱいで今日本当にずっと眠くて寝てたもん、途中床でもう眠すぎて、なんか途中からなんか、まあ朝早かったのもあるんだけど、もう本当眠いし、なんか足も痛くなってくるし、もうやろうかと、途中でもずっとこうやってもう椅子座って無理だってなってたけど、まあなんとか終えまして、ね、あとはちょっと詰めていかないとですね、そこから頑張って。なんかやったことある曲でも新しい振り付けがあったりとか、結構あるある、のツアーバージョンの振り付けとかもあったりして、なんかそれが一番難しかった。いや難しかった。マジで難しい。覚えなかった。やっぱだからいつものダンスでなんか体がもう覚えてるから、確かに新しい振り付けを入れられたとこの曲こんなんというか難しい曲じゃなかったのに、いや本当に本当にもっと簡単な曲だったじゃんって。大変でした、もうね。そうなの。しかもチーム K2 は15人、まあ東京はみなみさんがいないんだけど15人なので、なんかまた立ち位置とかもね、そう、ちょっとそう大変ですよね、なんかね、大変。まあでもちょっと一旦リハーサルが終わってちょっとね、なんかそうですね、まあ、一応できたね、落ち着きましたね、はい、はあ、大変だった今日まで、よかったわ。で大変だったよね。重要な公演ですね、じゃあ。いや、そうだよね、なんか、うん、頑張るんだけどね、で、みんなでやる一発目があれっていうね、あれっていうね、あれっていうね、あれなんですよね。あ、今日やったやつだ。これです。これで分かる人いいのかな、分かんないか。これこの振りも楽しみにしてくれてる。あ、これも？そう、これもね。これもあるよ。うん、そう、これもあるからね、みんなね。はい、楽しみにしててください、本当。あれだから、本当に楽しみにしてて。そう、でもちょっとこれは、これに関してはちょっと言わせてもらうんですけど、もう恥ずかしくて。何か言わせても恥ずかしくて、なんかちょっとカッコつけちゃった。リハーサルではちょっとカッコつけちゃいました、なんか。あれは楽しげによる。そうだよね。そう。うちが一番そういうの頑張んなきゃいけないのに、ちょっとカッコつけちゃいました。ダメだよ。すいません。すごい、これ。あれもお尻の曲なんだ。そうですね。ちょっとね、カッコつけちゃったんですけど、まあ本番までには、ちょっと恥ずかしさをなくそうかなと思ってますけど。すごい、初めてケツ見る人もいるんだね。ありがたいですね。いや、お尻にも恥ずかしいはありますよ。お尻にも恥ずかしいはあるんだよ。楽しみ、みんなの反応が気になるね。うん、ちょっとぜひこれ楽しみにしてください、東京に。あ、これからってなるよ、みんな。これからなる、覚えてみんな。
だろうな、なんかあったかな。気がする。じゃあ昨日今日のリハのなんかね、なんかあったかな。なんかしてたっけ。でもなんか昨日お腹空きすぎて私、うん、ご飯の時間なかったじゃん。あ、なかった。でお腹空きすぎてちょっともう出ない曲の時に、うん、急いでおにぎり食べた。そんな瞬間ありましたよ。嘘。なんかおしりんが頑張って歌ってる時に私は急いでおにぎり食べた。やば。お腹空きすぎてマジで、うん、気づかなかった。すごいこっそり食べるじゃん。こっそり食べた。確かにお腹空いてた。めっちゃお腹空いてた。ちょっとね、大変だよね。昨日もね、昨日最後にやった曲があれだったからな。あれね。ちょっとあれは本番もちょっとやりたいよね。頑張りたいよね。頑張りたい。何でしたっけ。え、昨日最後にやったやつだよ。最後、昨日最後に練習したよ、はい、本当に曲がない。大丈夫、覚えてる。みんなで振り入れしたけど忘れてるとしたらもう、うん、あ、みんなで新しいあれですか。あ、そう、最後、ね、そうやったよね。最後だよね。意外に難しかったよね。意外に難しかった。あれ難しいね。なんかまだできないステップみたいなのありました。できないですね。できないよね、あれ。難しいよね。そう、今日はやめろに教えてもらったけど結局できなかった。難しい、あれ本当に難しい。あれ難しい。あれは難しい。でもちょっとね、楽しみですね。楽しみ。可愛い感じのやつで。ネタバレしそう、確かに。なんとなくどこまで、どこまで話したい。なんかあったかな、昨日の今日で。なんかあった。みんな割となんか落ち着いて、落ち着いて、落ち着いてちゃんとやった。ご主人さん、休憩時間に寝てました。もう眠すぎて、今日は。それが可愛かったです。そう、昨日めちゃくちゃ寝たのに、うん、なんかあの昨日のレッスンの時はちょっとなんか睡眠時間短くて、うん、もうずっと眠かったから、はい、これは反省しようと思って昨日の夜たっぷり寝たつもりでいたんだけど、はい、もう朝からずっと眠くて、はい、終わったと思って。そう、そう、休憩が長かったからちょっと寝ようと思って、うん、休憩中にご主人がそのレッスン場の床で、しかも仰向けで寝てました。仰向けで、うん、で私が横でこと見ながら寝転がったら急になんか踊り始めて、え、怖いなと思って。違う、なんかやばいなと思って、ちゃんと覚えてる。さっきまでこうやって寝てたのになんか踊り始めてちょっと急に心配になっちゃって、うん、寝てる場合じゃないかなって思い出したんですけど、うん、びっくりしたですね、今日は。ちょっと、うん、睡眠不足良くないですよ。いや、もうでもそれはね、ちゃんと寝ないと。振り入れの人が本当にやばい。しかもね、詰め込んだからね、短時間で、はい、そう、本当にそうね。他のチームももうリハ始まってんのかな。え、どうなんだろうね、どんな感じなんだろう。知らない、様子を知らない。本当に知らない、うん、どうなんだろう ね気になる。進み具合とか気になりますよね。他のチームも気になるよね。うん、気になります。何するんだろう、何するんだろう、みんな何すんだろう、何すんの、みんな何すんの。始まってるっぽいらしい。知らなかった、ね、本当になんか全然他のチームのこと知らない、全然。どんなんやるんだろう、ね、他のチーム。気になる、気になるね。はい。いやもうね、私たちも疲れが出てますね、これは。みんな。そうですね。久しぶりにあんな分厚い立ち位置をもらったから、ね。今回やばかった。めっちゃ分厚いぞ。これは無理です。だけど、もうここまで、でも結構本当にもらった時、うん、熱って言っちゃったもん、普通に。熱すぎて。ね。でも覚えてるんだ、私たちは。いや、そうよ。偉いぞ。偉いよ、ね。偉い。ということで、結構喋ったんじゃないですか。確
確かに。だからみんな、何のフリーかは、はい、当日のお楽しみということで、はい、お楽しみに楽しみに楽しんでてください、はい、ということで続いては、各チームそれぞれいろんな場所に行くと思うんですけど、ここからはそれぞれの地域についてフューチャーしていきたいと思います、はい、私たちチーム K2 は東京と福岡に参加させてもらいます。はい、せっかくやっぱり行くので、はい、その年についてちょっといろいろ何があるかとか何が美味しいかとかをね、今日やっぱファンの皆さんも見てるので、はい、みんなに聞きながらちょっとねいろいろ触れていきたいと思います、はい、題してご当地を楽しみ尽くしちゃえ私たち的丸々県イエーイ。あ、今回は私たちチーム K2 が参加させていただく福岡を取り上げたいと思います。福岡冬月のとこにね、はい、真っ白な地図があるので、はい、教えてください皆さんも福岡について。福岡は前もさ配信したけどやっぱご飯のことしか出てこない。いや本当にめっちゃご飯のこと話してる毎回。ラーメンとかね、美味しいのいっぱいあるもん。ゆなちゃんのアップルウォッチでかって言われたんで。アップルウォッチでかでかいいですよこのアップルウォッチ。バカでかい。もつ鍋、ラーメン、明太子、いいね。ちょっとケータリング楽しみだな。いや楽しみ。これでちょっと普通のケータリングだったらどうしよう。どうしよう。ちょっとご当地食強めてほしいよね、うん、ちょっとこれはあ、ちょっとスタッフさんが用意してくれるのかな。ブラックモンブランって何？なんだろう。ブラックモンブランって何ですか？ブラックモンブラン？いや、なんかその太宰府、なんか、うん、勉強の神様がいる、うん、あれがあるらしい。すごい。だから K2 はバカだからみんな行った方がいい。やばっ。この前言われた。あ、そんなこと言われてんの？配信した。みんなで行った方がいいのか。アイスだって、ブラックモンブラン。アイスいいね。アイスの差し入れ、ほんと。これ何に書けばいいんですか？なんか、冬日がもう思うのに、はい、絵描いていい。うちらが今、福岡のイメージ言ってるやつを書いてもいいし。ちょっとブラックモンブランしたね。全然、何でも書いてもいい。あ、見て。ごつごつのアイス。おいしそう。美味しそう。え、これ普通にさコンビニとかやってんのかな。え、どうなんだろう。どこにでも売ってるのかな。普通に美味しそうなの。売ってるって。愛知で売ってたって書いてある。みんなめっちゃ美味しいって言ってる。食べたい。いいね。いいね、これはいい情報。ライブ終わりとかに食べたいですね、アイスは。コンビニで売ってるよって。明太子お土産に。おお。いや、お土産何買おうかなって。お土産何がいいの？やっぱ通り物とかは手伝いない。あー美味しい。めんべいとかも。え、すみません、どうした？どうした？アイスで。アイスと、はい、これは神様。安いでしょ、神って。やばっ。じゃあ伝わんないもんね、ちょっと神様ってね。鳥があったあって、おー、ね、あ、神だね。はい。鳥もめんべい。めんべい、めんべい好き。美味しい。めんべいね、いろんな味あるよね。いろんな味ありますよね、うん、美味しい。何があるんだ。何だ。何がありますか。あ、今でもやっぱなんか方言かわいいね。あー、かわいい。通り
そう。おすすめ。谷さんだって。まあ、谷さん。まんじゅうなのかな。あれ、よく見て。あれ、まんじゅう。まんじゅうかな。でも美味しいこれ。美味しいこれは本当。白あんのまんじゅう。その話、パンだっけ？甘いやつ？甘いパンですよね。マンハッタン。マンハッタン。ゆうつけは福岡行ったことあるって。あ、あります、あります。あるんだ。修学旅行で行きました。そうなんだ、はい、福岡だったの。はい、広島だっけ。はい、そこなんだ、福岡になるんだ。はい、修学旅行でどこに行くの。なんか遊園地みたいな。遊園地あるの。はい、もう潰れちゃったの。そうなんだ。はい、そうなんだ。知らなかった。スペースワールド。そうだ、スペースワールドです。もうない。なさそう、なんかちょっとなさそうな感じのコメントが。あ、悲しい。他にはどこ行ったの。山口に行きました。待って、いろんなとこ転々とできる系なの。はい、転々。違う、修学旅行は。そうなの。はい、1日目はってこと。はい、はい、はい。なんかお得。どこ行くんですか。静岡はどこ行くの。静岡は中学校の時は京都とかに行ったから。あ、そうなんだ。そうそうそう。でもそんな、ね、まあ行っても奈良ぐらい。京都奈良ぐらいだね。ぐらい。山口経由して福岡に行く。あ、そういうことか。そうなんだ。そうなんだ。そんな感じなんだ。あ、でももう隣同士。あ、そういう感じなんだ。京都奈良的な感じで行くんだね。そうです。地方出身は確かに、多いからね、系列は。はい、多いです。いろんなところから。みんないろんなところから来てるから。九州です。だから私絶対買って帰ろうと思って。めちゃくちゃ買って帰ります。あれ美味しいよね。だし醤油。あ、そう、だし醤油。九州だし醤油だったかな。前もなんかツアーとなんか九州行った時、みんなでさ、買った。買ったよね。あれなんで九州ツアーじゃない。最初のかな。美味しかった。あれをなんかすごい好き好き入れすぎて、なんか池田楓ちゃんがなんか耳に入ってきたらしくて、なんかあの子実家がそっちの方だから。そう、なんか買ってきてくれたの。優しい。そうだけど、なんか渡せなくて、なんかそう自粛期間とかもあって渡せなかったからって言って、なんか多分賞味期限切れちゃって渡すのやめました。めっちゃ優しいと思って。買ってきてくれたんだな。そう、買ってきてくれたの。優しい。美味しいよね。前も空港で、空港の売店で、あ、そうなんで、じゃがりこめっちゃ買い占めて。めっちゃ買い占めた。片揚げポテトの九州醤油美味しいって。食べた。もう絶対買います、それは。本当にそれは決めてる。確かに、そういうご当地のね、なんか名古屋でも売ってるお菓子だけど味が違うみたいな。うん、地
れは本当にいいんで買って帰ります。ごぼううどん、ごぼううどん有名。ごぼううどん食べてない。美味しそう。ごぼううどん有名。え、うどん結構ごぼう天みたいなやつ。ごぼう天うどん。え、天ごぼうの天ぷら乗ってんのかな。ね、乗ってんじゃない。福岡のうどんは柔らかいんだって。名古屋硬いですもんね。あの、あ、そう、味噌煮込みうどん硬い。あ、でも確かに硬めのやつだよ ね。出来上がってないと思いました。ちゃんと茹でてない。あ、面白いそれ。でもそういうなんか、はい、あの地方の人のそういう意見聞きすぎて、どんだけ硬いのと思って、なんか硬すぎるイメージで言ったから、意外と食べた時柔らかくて、あ、柔らかいじゃん全然って思っちゃう。みんなさ、ほんと茹でてないと思ったみたいなさ、言うからさ、わかんない、もうそれがなんか普通。めっちゃ硬いらしいです。そうなんだ、うん、わかんなくなっちゃった、こっちの感覚が。名古屋はしかも味濃いから。あー、確かに、うん、ごぼう天食べたいですね。食べたい。有名なんだ、ごぼう。福岡のどこにあるんですかね。ごめん、調べたけど忘れちゃった。調べたけど忘れちゃった。結構遠いんですかね。どこだっけ。でもなんかルカが、うん、空港はだいたい海の方だから行ってみよう。前回は何か言ってたの、ゼップはあの全部海の近くにあるっていう。海の近くにある説をなんか唱えた。結局違ったけど、ゼップだってゼップ。え、これどういう海なの。どこの海ですか。え、これどこ、どこだろう。え、これさ、向き、あ、こういう向き、もしかして。どういう向き。え、どこなんだろう。それ、福岡県ですか、本当に。え、絶対福岡だよ。福岡って形じゃないのか。あ、確かに、福岡県も知らない。はい、あ、もちろん。今まで行ったことないんですか、お二人は。え、絶対福岡なのか。あ、でも絶風効果一回あるね。なんか、なんかそれは未来とのシングルの時、なんかチームで回ってませんでしたよ、ちゃんと。そう、で、その時にまだ研究生だったんだけど、アンダーで、なんかたまたまチーム K2 が福岡に行くやつに出ることになって、福岡行った。その時も K2 だったんだね。K2 の、ね、そう。それ以来かもね、もしかしたら、チームでチーム系2が行くの。あと1回なんか総選挙も福岡じゃなかった。あれやってないって。あれ違うかな。やった、やりましたよね、1回。あれ福岡でやってないっけ。何年前だ。もう覚えてない。記憶がちょっと結構さ、いやいや、総選挙いろんなところでやったからちょっと覚えてないんですけど、確か総選挙やってるからさ。ペイペイドームやったよ。ヤフオクドームだって。え、ドームでやったんだ、すごいね。え、それってさ、何の時の、何だろう。でも何の時って言っても自分が何ね、どんな時なのか覚えてないけど。2015年だって。めっちゃ前だ。あれじゃ、まだ研究生か。そんなことないか。え、何のさ、衣装着てた時だろうね、うちは。それで思い出せます。え、結構衣装じゃね。衣装かも。その時はまだ思い出ってさ、もうあの座った時に何でしょ、座った時に何言ってるか。ペイペイドームになったんだね。ペイペイドームへ、初めて関東以外でやった時だって、あ、もっとやったかもしれない。あれじゃない、不器用太陽のさ、青チェックじゃない。ああ、その時か。
すごい、あかりさんが泣いた時って書かれるんだけど、あかりさん泣いた時いつだ当たってた。でもすごいたくさん SP が入った時、ちなみに星にはもう昇格してたよ。ゆっぺが高校に入れてる。だって。海の中に。海の中にないし。すごいキワキワですね。もうほら。海の中やば。海の中に。え、初なの？え、プライベートでこれ違う
っています、はい、これも大事なんですけど、本当に大事なんですけど、綺麗に積まなきゃ点数にならないんですよ。だから例えばなんかこれやってもうやらかしてるんで、私なんか分かるんですけど、こうって重なるんですか、はい、これダメなんですよ。厳しいですね。これ減点されちゃうんです。だからもう これでいかなきゃ、これでやっと 1.2 点って入るので、本当に厳しいルール。聞きましたよ、噂で K2ちょっとなんか雑でポイントマイナスされて、はい、あ、マイナスされました日高さんの1位そして北のルカもなんか良くなりすぎて1位にしちゃうっていう本当ダメですから。でもまあ途中で崩れてしまっても時間内であれば何回でもチャレンジができます、はい、メンバー1人ずつチャレンジをしていって3人の合計数が今日の点数となります、はい、本番までの配信期間中どのチームが一番多く詰めたかを競っていきたいと思います。10個超えたあたりからグラグラしてくるので気をつけてくださいということです。はい、はい、そして今チーム検討再開らしいです。ね、なんかやばいらしいよ、うん、点数だけ。そうなの。まあ1点2個続いてるからな、うん、そりゃそうだよね。でもここで頑張んないといけないんですよ。まあでももうフユッピー初めてだから、はい、どうする、先か最後か、最後にやってもらう。いや私たちのなんかあそう見てコツをつかんでもらってそれは、はい、これで1本数えよう。ちょっと冬っぴ初なの初めて聞いた。初です、初です。練習とか全然できたのね、本番前練習できるの、うちら練習したの前回ちょっとチーム系統が最下位と聞いて練習したんだけど。へえ、じゃあ私からいこうかな。 OK、 はい、はい、頑張ります。押したらいいですか、じゃあ。はい、お願いします。タイマーです。やばい、1分30秒です。危ない、不正はダメ、不正はダメ。はい、じゃあ1分、はい、いきます。お尻の挑戦です。はい、よーい、スタート。やばい、私も練習すればよかったいけるのか、やばい、今日なんか大丈夫ですか、そのペースで行って煽るね煽るね。あ、でも順調じゃない、綺麗にがね、大丈夫。これもう倒れたら、これ倒れたらもう、そうですね。お、え、すごくない、頑張れ、キレツのためにキレツのためにすごいね、すごい綺麗、いい感じ。順調。やっぱ焦らない。うん、うん、そこやばい。あと30秒です。半分まで来ました。すごいね。ね、綺麗、めっちゃ綺麗。はい、いいよいいよいいよ。綺麗にいく順番だからこれ。いいよ。あ、あと10秒。10、9、8、7、6、5。4、3、2、1。はい、時間が来ました。あ、はい、
この時間だと。あ、そうか、みんなの画面側からだとあんま見えないのか、小さめだから。この崩れてる感じが。一応数とか。15! え厳しい。正しいカンペが出てます。合計マイナス1という。じゃあ14ですね。14ですね、これは。いやちょっと惜しかったですね。綺麗だったんだけどな。ちょっと崩れてきちゃったからな。そうですね。じゃあ行きますか。はい。ちょっと待ってください。はい。いい、コツはつかめた？はい。大丈夫？はい、大丈夫です。綺麗に描いてたからね、頑張ってね、はい、行くよ、はい、よーい、ああで、どこに置こうとしてるの、どこに立てようとしてるの、大丈夫、そこで、いい、行くよ、はい、もうやるからね、はい、よーい、スタート、片手は片手、片手何を見てきたんだ、私たちのあ、でも早くない、確かにあ、ちょっと急にそれダメになっちゃうよ、一個ダメになっちゃうよ、なんだこれ。あと
確かになんか怖い。え、何よ。確かになんで。なんか犬が同じペンで描きました。変ですよ。いらなきゃいたんですよ。すごい筆圧濃くしました。値段とか価格の一覧持ってます。はい。あ、生出し
この衣装だね。ポケティッシュの衣装だね。うん、本当だ、衣装。はい、皆さんなのでぜひ、公式サイトのお知らせのとこをね、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、もう終わりの時間が近づいてるんですけど、改めてチケット情報を、はい、はい、お願いします。はい、あ、お話したいと思います。本日6月26日の土曜日、10時からチケットピアにて一般販売がスタートしてます。すでにソールドアウトしてしまった声もあるんですけど、まだ販売しているところもあるので、やっぱり行けそうとか、うん、いう日にちがあったら皆さんぜひ来てくださると嬉しいです、はい、詳しい情報は公式サイトに載ってるので、ぜひそちらを確認してもらえたら嬉しいです、はい、お願いします。はい、ということで、もう終わりの時間が、はい、来てしまいました。どうでしたか？早っ。もう1時間よ。早っ。早い。あっという間ですね。いいね。福岡行く準備万端で、わ、ありがとうございます。でももうあっという間にもう2週間くらいですよね、ね、うん、もうね、東京やばい、早いよね。楽しみになってきましたね。やっぱリハーサルとかが始まるとね、いよいよだなと、うん、思う、本当に。じゃあ最後に、はい、意気込み、結局に入って初めてのそうだよ、チームでのよ、はい、ツアーライブなので、はい、なんかじゃあ見どころとか、見どころ頑張ってることとかね、なんだろう、頑張って覚えます、うん、そうだね、今ね、はい、それはそうだね、はい、うん、あと、うん、みんなで頑張りますみんなでね、はい、頑張ろう、ね、みんなで頑張ります。頑張ろう、はい、なんか本当新しい K2 としてね、はい、こうなんか、うんうんうん、初めて立つステージだから、はい、もうメンバーが入れ替わったりとかして、だから、ね、より一層私たちも、はい、気合入れて、はい、皆さんを楽しませたいと思いますので、この夏は SKE とそして K2 と一緒に楽しいライブ作りましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、明日はチーム E の津田あかりさん、高畑ゆきちゃん、田辺美月ちゃんが、出演します。はい、時間は19時30分です。はい、ショールームアプリをスマートフォンにインストールして SKE48 特別配信ルームをフォローしておくと、配信開始と同時にお知らせが届くので、配信を見逃すことがありません。はい、ルームのフォローはパソコン、スマホともに画面右上のハートマークを押すとフォローすることができます。はい、皆さんぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、ここまでお送りしたのは江子優奈と青木しおりと藤本陛下でした。みんなで合わせて、せーの